リバカップ1回戦を行います。青コーナーより村浜貴弘、中島克彦組の入場です。第2回リバカップ、2日間の熱戦の火蓋を切って下ろすゴングが高らかに鳴らしてきました。注目の最年少レスラーが栄えあるオープニングマッチから登場します。中島克彦、ケンスケファミリーの秘蔵っ子がここリパ有明でベールを脱ぎます。パートナーは総合とプロレス二足のわらじ、数々の修羅場をくぐり抜けてきた村浜貴弘、村浜中島組、姿を見せました。経験と若さ、この合体がどんな力を生み出すのか、注目チームが初戦から登場です。赤コーナーよりタイガーエンペラースペルシーサー組の入場です。第1試合は1回戦屈指の好カードを迎えました。前回優勝団体が登場します。登竜門の流れを組むドラゴンゲートからスペルシーサー、パートナーにはノアのタイガーエンペラー、2人のマスクマンが姿を見せます。くしくも2人が口を揃えました。自分たちが最も花のあるチーム、子供たちに夢を与える試合を見せたい、そう話した前スペルシーサー、後ろタイガーエンペラー、ライオンとトラのコラボレーション、その空中殺法がリバ有明を揺るがします。今タイガーが、そしてシーサーがコーナーの上で華々しくパフォーマンスを見せた。ノアからタイガーエンペラー、そしてドラゴンゲートからスペルシーサー、赤コーナーに入場です。第1試合リバカップ1回戦、時間無制限一本勝負を行います。第2回のリバカップ1回戦の第1試合、175センチ、85キロ、中島和彦。2004年プロレス大賞新人賞、17歳、中島和彦。73センチ、73キロ、村浜武弘。実績経験ナンバーワン、フリーの村浜武弘。赤コーナードラゴンゲート、169センチ77キロ、スペルシーサー。前回優勝ドラゴンゲートからスペルシーサー。プロレスリングのは173センチ83キロ、タイガーエンペラー。5番目の虎、タイガーエンペラー。レフリー阿部慎介。第1試合が始まります。7つの団体が火花を散らすリバカップ、いよいよ開幕を迎えました。放送の解説には登竜門出身、そして今フリーとしてノアを支店上で戦っています諏訪さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ1回戦を迎えました。屈指の好カードと言われるこの対戦です。今高らかにゴングが鳴り響きました。第1試合、時間無制限の一本勝負。青コーナー村浜中島組、対するはドラゴンゲートスペルシーサーとノアタイガーエンペラーのチームです。右が赤コーナーのスペルシーサー、対するは中島和彦。早くも得意の蹴りを見舞ってきました。改めて放送の解説は現在フリーの諏訪さんです。この大会をどのようにご覧になりますか。まあ、ある意味各団体のね、まだ全然知らない方もいっぱいいるんで、まあ、見れる部分で楽しみですね。はい、諏訪さんも楽しみだと話すこのディファカップですが、まず最初の試合に諏訪さんがよく知っているスペルシーサー選手が出てきました。もう随分前のあれですけどね。あ、そうですか。かつて登竜門でしのぎを削っていたスペルシーサーが現在リング上です。はい、対するは17歳、去年の新人賞中島克彦。重い蹴り、この蹴りが中島の一つ武器です。まず諏訪さん、はい、このスペルシーサー選手、どういう戦いをする選手なんですか。まあ、どういう戦いっていうかね、まあ動きは結構器用ですよね。まあ、そういうパンチとかね、パンチとかパワー的なものはちょっとないんですけど、はい、動き的なものでは器用な感じだと思いますけど、ね。なるほど、はい。そして対する中島、先ほど序盤からケミーも見舞っていますが、17歳にして去年新人賞、若いですね。今大会もちろん最年少での参加、デビューも実はプロレス史上最年少、15歳と9ヶ月でした。非常に楽しみな選手ですね。まあ、怖いもんなしでしょうけど、まあ、怪我だけが不安ですよね。あ、なるほど。さあバックを取った、ヘッドロックの体勢、腰を沈めていったのは中島克彦、ケンスケオフィスの所属です。2003年9月、まず総合格闘技でデビューして、しかも白星。そして2004年1月、史上最年少15歳9ヶ月でプロレスデビューを果たしました。8歳から始めた空手がその動きのベースです。さあシーサーが飛ぶか、こうした爆笑を見せた、ポイントを見送った、しかしそこにキッ
島です。足を捉えていく高橋さん、逆に足を締めていく、こういった関節技も得意なんですか。あーっと、そうですね、斉藤スペシャルに入った倒立していきましたね。まあ倒立する意味がよくわからないんですけどね。ただ、まあ、ここは、ね、お客さんに見せる部分もあるんで、あーっとこのエルボーはかわされましたが、これもかわしたシーサー、あーっとキックタッチ、やるなという表情の良さです。中島選手もなかなかいい跳躍力を持ってますね。さあタイガーエンペラーが入ってきました。日本マット界5番目の虎です。タイガーエンペラー173センチ83キロ、ノア所属、2004年12月に忽然と姿を見せました。トリープレアのマットで丸藤健太が遠征した際にそれに帯同していったのがこのタイガーエンペラー。その後はヨーロッパ遠征の三沢小川にもついていきました。諏訪さんはノアで戦っていますが、このタイガーとの対戦は誰ですね。あ、そうですか。誰なんですか。どうでしょうね、かなり微妙な質問ですけれども、はい、さあこの動きをまずは見ていきたいところです。おっと、またも中島から強烈な蹴り、そして村浜です。村浜とタイガーの対戦ということになりました。フリーで数々の修羅場をくぐり抜けてきた村浜武大、この春には大阪プロレスを退団しまして、まあ、諏訪選手と同じくフリーという立場になりましたが、そうですね、まあ、フリーで出られて羨ましいなと思いますけどね。僕はまあフリーの中で出れない理由というかね、はい、やっぱそういうのを感じましたけども。あ、そうですか。あ、もう出なかったですよこの大会に。あ、そうですか。そのあたりはどうなんでしょう、パートナー選びですとか、ね、そういったところでしょうかね。そういった中、諏訪選手も出たかったという大会にフリーとして、まあ、この大会は結構やっぱり、僕らとは違う、まあ、イケメンを結構集めたようなね、そういう大会じゃないかな。そういう風に感じますかって言ってました。あ、そういう話もありましたか、はい、さあ動きが速くなってきた。蹴りを見舞ったのは村浜です。そして首に飛びついたフェリスカッシャー、タイガーの動きを制していく村浜。おっと、着地した、逆にキックで返す。まずタイガーの速さを見せ、村浜はその上手さを見せていきましたね。そうですね、まだでもだいぶちょっとお互い硬いというかね、第1試合という部分でそういうのを感じますけどね。探り合っているという部分ですか。まずこのタイガーエンペラーはノアを主戦場としています。一方の村浜、対戦はないとは思いますが、もう長くマットに君臨している選手の一人ですね。そうですね、結構総合の方でも活躍されてますからね、まあ、この両方のチームはまあ結構蹴りを主体としてるんで、はい、まあ、それがマスクマンコンビにどう噛み合うかなと。なるほど、その蹴りが出ました。いや、重い蹴りですね。思いっきりね、行った方がいいですよ、やっぱそういうのってお客さんに伝わるんで。姿勢を沸き起こしたのは中島選手、今日最初のカバー、カウント2。なおレフリーは0番、阿部慎介レフリーです。今日は佐々木健介から伸び伸びやってこいというメッセージを受けてきたのは中島選手、若さと勢い感じますね。やっぱこういうのって結構チャンスだと思うんでね、自己アピールにはね、はい。その若さの中島に対して速さと高さのエンペラー、そしてスペルシーサーです。再びスペルシーサーが入ってきました。実はこのディファカップ参戦にあたってはタイガーエンペラーがドラゴンゲートの視察に行きました。そして戦いを見た中でこのスペルシーサーの動きが一番目についたということで指名をしたのがスペルシーサーです。まあ、シーサーと言いますのは皆さんご存知とは思いますが、沖縄で魔除けとされています獅子の置物です。ルーツはスフィンクスとも言われていますが、そのライオンの置物シーサーをかたどったマスクで出場しています。沖縄県那覇市出身のスペルシーサーです。まあ、シーサーは試合を前にはおそらく一番花のあるチームが僕らだと思う、花のある試合を見せますという話をしていました。その華々しい動きをどこで見せるのか、今後ろから攻めているのが村浜武大です。あと左上に行く、足を取った、こういった動きは要注意ですね。やっぱその団体のカラーはあるんでね、やっぱこういうのに普段からやり慣れてないと、受け慣れてないとどう対処していいかっていうのはやっぱ分からないでしょうね。諏訪さん、その登竜門、はい、流れをかけて、そういうキックや関節技というのはどうなんですか。はい、あんまりやらないですよね。そういう選手もいなかったし、バックドロップ、そういった中で、あるいはスペルシーサー戸惑いを感じているかもしれません。
ただそれはこれからシーサーが飛び技を出していけば村浜中島にも言えることかもしれませんね。そうですね、どうでしょうか。ここまではその蹴り関節技を中心に青コーナーの2人が試合を進めていると言ってもいいかもしれません。そして17歳の中島克彦のびのびと戦っています。3月に17歳になったばかり、17歳と2ヶ月です中島克彦。2002年12月にスカウトを受けまして WJ に入団しました。長州力を見習せたその才能です。そして去年の4月から健介ファミリーに入っています。その中島克彦、これで決まるんじゃないかと思うぐらいの逆指に入っています。やっぱりいろんな団体経験している部分でね、かなり堂々としています。あ、そうですね。試合前には正直とても緊張していますと、あのマイクを握った時のような初々しさで話していたんですが、それは感じませんね。17歳と思えない堂々とした戦いっぷりです。ボディスラム、この村浜と中島、おととい0番で行われましたリファカップ出場決定戦で0番の佐々木義人、波口治を下して出場しています。あ、その佐々木が試合を見つめています。おととい敗れてこの場に立てなかった前回2位の0番佐々木義人、悔しさを胸に大会を見つめています。増田さんもくしくも先ほど実は出たかったという思いを口にされましたが、まあ、それは嘘なんですけどね。あ、そうなんですか。いや、そのてか連休ぐらいもどっか遊び行きたかったですよ。もっとも失礼いたしました。本当ですよ、解説お願いしましたが、諏訪さんならではの語り口が聞かれて我々も非常に新鮮な放送。それをあの期待していただければ、それも私の本当かと。ただそういった出たかった佐々木の思い、そういったものもあるリング上です。あ、ドロップアウトを使っているもタイガーエンペラーが空中技を見ました。そしてカバー、カウント2つ村浜が返します。メキシコ遠征、ヨーロッパ遠征、舞台を踏んでいるタイガーエンペラー、173センチ83キロ、村浜は一回り小さい163センチですが、小さいハンディをほとんど感じさせませんね。ねえ、いや、ちょっと僕も生で見るのは正直初めてなんですけども。あ、そうですか。ここまでという、ね、正直ちっちゃいですね。びっくりしました。はい、その2人に対して空中技、さあ飛ぶか、シーサーとタイガーが、まずシーサーがくるっと1回転、エンペラーがプランターで飛んでいった。そして攻撃から場外でヘッドスタンスを見せた滑るシーサー、空中の連携技を見せました。シーサータイガー組勝つ。あの辺りの、はい、スペルシーザーがなんか、まあ、普段やってるようなことをやったんでしょうけど、今の団体ではあの鉄柵がないんでね、あの有意義に使えるんでしょうけど、はい、鉄柵を考えてなかったので、うまくいってなかったですね。ちょっとその辺り効果もあるところ、まあ、でしょうね、うん、ドラゴンゲートは鉄柵がありません。ゼロワンも鉄柵がありません。そういったところの違いもあるのかもしれませんが、今回はノアのマット、ノアの鉄柵を使用しています。あー、打点の高いミサイルキックを打ったのは中島克彦、空中技でお返しだという中島克彦です。まあ、そういった雰囲気の違いも感じながら16選手全てが戦うということになるんでしょう。はい、まあ、そういった意味では今日周りを取り巻くお客さんもいろんな団体から来てるわけですからね。そうですね、それぞれの団体を応援しているお客さんいっぱい、ね、来てるんでしょうか。その中でもひときわ大きな声援を受けている中島克彦を出ました。力を込めて戻していきました。17歳2ヶ月ですが、この4人の中ではその体ひときわ目立ちますね。で、まあ、サッカー見ててもあのそんなにね無駄の、技も出してないし、まあ、基本な技で、やってますよ。あ、そうですか。相手の腹部を落としていくようなバックドロップを見せましたタイガーエンペラー。さあ、スペルシーサーが入ってきた。この2人が動きを速くしていく。かわした中島キックで迎撃はスペルシーサー。セカンドロープからラリアットかわして張り手飛びついて回転してダブルアームして、あー、スープレックス、そのままホールドか、倒立して抑えた。カウント入る。倒立してのカバーに入りました。さあ、一気に試合を決めに行くかスペルシーサー。ニュートラルコーナーのトップからミサイルキックかわした。中島も見ています。逆に得意の蹴り、胸元に重い一発二発倒した。さあ、引き起こしてどうする。
シーサーの体を捉えたのは中島です。バックに回って、さあジャーマンに行く、あこれは捉えた。ジャーマンスープレックスホールドは金勝利です。腕に巻きついて、あっとバックに回った、さらに後ろを取ってこの体勢から、あっとヨスタニックを狙いましたね今ですね。バランス崩しましたからね、はい、村浜のカットが入りました。あそこから相手の体と体勢を入れ替えてパワーボムのように行くのが吉田に、さあ一脚にプレムスター垂直落下、村浜が落としていきました。カバーに入る、タイガーカット間に合った。試合を決めようかという村浜武宏の垂直落下、それはタイガーカットに入った。試合の権利は村浜とシーサー、特にアイキック逆から、ああ2発のキックで倒れた。カバーに入った、重いキックで沈むか、倒した。シーサー粘りますね、返しましたね。ただ試合の主導権は村浜、2発のキックで流れを作った。もう一度試合を決めに行くか、シーサーに、おっと着地した、スプレシーサー着地、飛びついてタイガー、天地をかわす。再び中島とタイガーエンペラー、試合の権利は移りました。キックをかわして、おっとお互いにかわしていく、キックは中島ミドル、そしてハイハイキックでタイガーを倒した。左のバックトーム、タイガーエンペラー返しました。意地が肩を上げたタイガーエンペラー、ノアとドラゴンゲートのコラボレーション、タイガーがおっと振られましたが、コーナーでグッと立ってエルボー、ニュートラルコーナーから何を見せるか。しかし中島も下からパンチを入れます。アウト、ものすごいスピンキックでしたね。すごいですね、中島両者の意地、足を絡めた。さあ619にセカンドのこれだ、顔面を捉えたタイガーエンペラー、場外で村浜を沈めている、カウント入った、2つで返した中島和彦、2004年プロレス大賞新人賞。さあタイガースープレックス2004、そのままからめっちゃ入った。ディバカップ1回戦第1試合制したのはタイガーエンペラー、タイガースープレックス2004、その得意技で試合を制しました。若さあふれる中島、このグリーンのマット1回戦で沈みました。切れ味、そのタイガーエンペラーの切れあるタイガースープレックス、試合を制したのはノアとドラゴンゲートのコラボレーション、トラとライオンの合体技がこの1回戦を制しています。最後は分からない戦いでしたが、いや中島君よく頑張りましたね、はい、で正直言ってアコナ側というか村浜、中島組の方がこの試合のベースはもうほとんど持ってたんで、はい、まあ、最後のあの差でっていうか、まあ、中島君の経験の差っていうか、まあ、タイガーエンペラーの経験の差が出たのかなって、いやでもいい試合でしたね。そうですね、1回戦で当たるのがもったいないような